はい、ではこれから水彩を描いていきたいと思います。まずこれがラフですね。これは鉛筆で描いたラフです。これはちょっとこうトレースして色鉛筆で下絵を描きました。今回の紙はちょっと小さめのこちらのスケッチブックですね。こちらの紙を使っています。これが私の水彩のパレットです。だいたいいつもこんな感じで描いています。
はい、これが完成したイラストです。ちょっとアップにしてみましょうかね。メイキングだと小さい画面になってしまうので見づらかったかもしれないんですけども、こんな感じで描いています。水彩、この女の子の顔とかは結構こう細かく髪の毛とかも描いたりしているんですけれども、頭のお花とかはぼかしとかにじみを使ってみたり、あとこの耳のピアスのリボンみたいなやつとかはこうグラデーション使ってみたりとか、いろいろと水彩の面白い表現が分かりやすく描けたらいいなと思って描きました。あとそうですね、水彩はやっぱり色の発色がとっても綺麗なので、まあ、いろんな色を使ってちょっと春らしく明るくなるようなカラフルな色で描いてみました。何か参考になったら嬉しいです。ありがとうございました。